西方町は、栃木県南部に位置し、上津川郡に属していた町である。町名は、南北町時代に領主が、宇都宮市の西の方にあることから西方と名乗ったことに由来している。上津川郡ではあるが、鹿沼市や日光市よりも、栃木市及び、下津川郡との結びつきが強く、2011年10月1日に、栃木市と編入合併した。町の西部は、 山間部であり、東部には、重い川が流れている。重い川は、ほぼ隣の鹿沼市や下津賀群身部町との境界となっている。町内を、東北自動車道が縦断しており、東北自動車道の東側が、平野部、西側が山間部である。町の北部には、小倉関があり、重い川から取水している。ここから取水された水は水路を通り、 町内の農業用水などに使われている。そのため、重い川は当町にとって重要な河川となっている。小倉関の近くには小倉水神社が存在する。2015年までは地域自治区を設置していたため、地域自治区名も表記していたが、現在も栃木市正法町といったような表記となっている。2004年には調整施行10周年と正法町。 総合文化体育館落成記念で NHK の土地慢の公開生放送が行われた。2009年には調整志向15周年を記念し NHK ラジオ体操の公開放送が西方小学校校庭で行われた。1994年9月30日までは村長。旧西方町役場の組織第一次産業の就業人口は減少する。一方、 第三次産業は増加傾向である。現在は合併に伴い、土地市立と解消。2010年度から西方小学校校舎北側に学校給食センターを新設し、これまで各小中学校で作っていた給食を投資設でまとめて作り、各小中学校に配送するシステムとなった。2011年4月8日より運用を開始した。 2010年4月1日現在、当庁には、国指定1件、県指定5件、町指定29件の、計35件の文化財が存在する。ありがとうございます。